野尻城は、富山県南都市野尻にあった、日本の城。南都市指定史跡。詳しい追記年代は不明。木曽義仲と共に平家と戦った、豪族野尻氏が寄っていたという。野尻氏は、藤原敏人の後栄である斉藤氏の流れを組むと、されるが、古代の在地主張で越中国主も務めた、ハシンの後栄とする説もある。少なくとも、中世に、 越中国とな軍で勢力を誇った石黒氏をはじめ、井口氏や宮崎氏等と同族と考えられている。南北朝期諸島、野尻氏は、越中国守護名古屋中の粉越時屋と木兼と共に、中仙台の乱に参加したり、足利高氏のご教書を得た越中守護、井上春清氏に従って挙兵して、越中国市中の院正し清氏と戦い、伊則山にて廃止させたりと活発に動いている。 昌平年間になり南朝方の有力者だった越中守護桃井正常が越中国省の城を拠点として周辺を支配すると野尻氏は井口氏らと共に自家常の配下となり各地を転戦している。野尻城は将の城の市場として機能した。昌平17年、同24年と二度にわたってきた朝方の攻撃を受けている。なお、文那3年に、 加賀国主ごとがししはるが幕府より越中の次李将の自投職を与えられていることを復帰しておく。その後の野じ氏の動向は伺えないが、文明13年に一向一気勢に攻められて上主が降伏したという。同年には、隣軍に勢力を誇った古市中国福密上主、石黒光吉が一気勢力の随戦寺らと戦い敗退しており、その余波を受けたのであろう。 その後は一向一気勢力化にあったようで、廃城年代は戦国時代後期まで下ると思われる。城跡には徳人寺が立ち、その面影はないが、1971年7月20日に市の史跡に指定され、大きな石碑と案内板が建てられている。1991年から1992年には、東端で発掘調査が行われ、 14から15世紀の遺物が出土した。ありがとうございます。